どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日紹介するのはこちらの MI カードゴールドプラスでございます。こちらはですね、 MI カードゴールドということでゴールドカードになっております。三越伊勢丹が発行しているページとかですね、こちらは、年会費が1万円、初年度からかかります。で、この MI カード何がおすすめかという話の前に、この1万円の年会費ですよね、1万円かかるということですので、今、こちらポイントサイトの案件で、1万8000円ぐらいのポイントがもらえる案件出ておりますので、ぜひそちらを経由してね、発行すると、年会費総裁プラス8000円のお小遣いがもらえるっていう、案件が出ておりますので、利用していただけたらなと思います。で、本題のこのクレジットカード何がいいかっていう、羽田空港国際線のティアットラウンジがこのクレジットカードを持っているだけで利用することができます。内容については私他の動画で、ティアットラウンジ自体の動画をまとめておりますので、そちらを、ご覧いただけてればなと思います。でこのラウンジはですね、航空会社が、運営しているラウンジとなっておりまして、食事、お酒、シャワー利用できます。お酒もちゃんとビールだけではなく、ちゃんとか、なんですか、ウイスキーとか焼酎とかも置いてあります。でですね、あともう一個おすすめなのが、このラウンジとても空いています。私が、昨年、10月に SFC 使用した時も全然人いなかったですね。どのぐらいいないかっていうと、1回目利用した時0人でした。2回目利用した時2人、そのぐらい利用してる人が少ないので、空いている贅沢ってありますよね。ANA ラウンジ、 ANA スイーツラウンジもありますけども、やはり空いているって本当にいいですよね。最近の ANA ラウンジ、スイーツラウンジ本当にむちゃくちゃ混んでますからね。空いている贅沢をぜひね、味わっていただけたらなと思います。で次にですね、この MI カードなんですけども、このカードを発行するだけで、先ほどラウンジが利用できると言いましたね。そのティアットラウンジは LCC の時でも利用できるんです。まあご存じない方もいるかもしれませんけど、私も SFC 使用するまで知らなかったんですけども、ANA ラウンジ、ANA スイーツラウンジは ANA スターアライアンスグループの搭乗券がないと利用できません。で、したがって LCC とか他のアライアンスグループ、 JAL とかを利用するときは、この ANA ラウンジっていうようなスイーツラウンジも含めてですね、利用できません。覚えておいてください。で、このティアットラウンジはそういう制限がございません。まあそうですね、クレジットカードで入れるわけですからね。ですので LCC を利用した時ももちろん利用することができます。これ結構大きい特典だと思うんですよね。航空会社のラウンジを、クレジットカード持っているだけで入れるわけですからね。しかも、内容は、カードラウンジとは違う、アルコールも無料提供される、航空会社のラウンジですからね。で次にですね、こちらを発行すると、カードで発行するとこちらのクーポンがもらえます。このクーポン何かというと、こちら三越伊勢丹のクレジットカードとなっておりますので、そちらで利用できるクーポンになっております。で、ですね、こういう感じでゴールド会員クーポンっていうのがついてるんですね。でこのクーポンはですね、上から読み上げますね。駐車料金延長サービス、配送料金優待サービス、修理加工料金優待サービス、空港ショップ優待サービスとなっております。まあ駐車料金等々ね、
の特典はまあさておき、一番最後にあった空港ショップ優待サービス、これがですね、こちらカードディスクに聞きました。この空港優待サービスっていうのはですね、羽田空港、国内線、第1第2ターミナルともにですね、この伊勢丹三越がやっているカフェがあるんですね、そちらが、このクーポン使えるっていうことをお聞きしましたの でこちらの、チケットの裏面にですね、あの一度につき、利用枚数の制限はございませんということでしたので、これ合計で4200円分のクーポン入ってるんですね。ですので4200円分おそらく、羽田空港の、カフェで、ね、利用できると思います。これ実際に利用できるか、今月末に私、羽田空港に利用する機会がありますので、ちょっと検証してみたいと思います。一応、MI カードのゴールドディスクの方は利用できると言っていましたので、利用できないってことは多分ないと思うんですけども、まあ、一度にね本当に4200円分使えるかっていうのはちょっと謎ですので、今回ね調べてまた動画にしたいと思いますので、そちらも楽しみにしておいてください。で、あともう一個この MI カードを持っているとですね、東京新宿駅の、伊勢丹三越が提携している、まあ、ある一つの駐車場なんですけども、そちらがこのカードを持っているだけで3時間買い物にかかわらず無料になります。この買い物にかかわらずってところがすごいですよね。東京の新宿ですよ。多分30分200円以上取られるんじゃないですか。ちょっと私もあまり新宿利用する機会ないんでわかんないですけども、反対ですね、こうですね、はい、なかなか私も利用する機会はないんですけども、特によく新宿でお買い物されるという方、3時間ですからね、正直電車に乗れて近くに行けちゃいますよね。まあ、だから東京都内のですね、よく車で利用されている方はこのクレジットカードお買い物にかかわらず新宿のパーキングに3時間停めることができます。これ結構すごい特典だと思うんですよね。特に車で都内で利用されている方はそれだけでも結構ですね、駐車料金で結構バカにならないので、おすすめとなっております。で、今この MI カード、ゴールドプラスはですね、キャンペーンやっておりまして、まずもともと三越伊勢丹で利用するとポイント10倍っていうキャンペーンもやっておりますし、今年のゴールデンウィーク、10連休って巷で言われてますよね、そちらを海外で利用する場合、常にポイント5倍だとか10倍だとか、ちょっと画像後で貼っときます。どっちかだったと思いますんで、そちらもねぜひ利用してみてはいかがでしょうか。で、最後にですね、こちら三越伊勢丹のクレジットカードですね、これがですね持ってるだけで伊勢丹三越にの中にあるお客様ラウンジっていうのが利用できるんですね。お客様ラウンジ、まあカードラウンジだと思っていただければいいですかね。まあ、そんなような、私一度相模大野の伊勢丹に一応利用させていただいたんですけども、神奈川県の、一応画像貼っときますけど、そちらは、ソフトドリンク、あと、ソファーがあって、自由に、飲むものは飲めると、まあの飲み物の種類も、まあ、コーヒー、紅茶、ココア等々もありましたので、まあ、買い物の途中にね一息つきたいっていう方は、ぜひそちらもね利用してみてはいかがでしょうか。で、このクレジットカードを持っていると定期的にこの三越伊勢丹からクーポンが届きます。こちらも画像貼っておきますけども、
今回私がもらったクーポンは、お菓子のクーポン、お菓子のクーポン、まあその引き換え券を、三越伊勢丹に持っていくと、お菓子の画像も貼っておきますけども、お菓子と引き換えできますみたいなクーポンもいただきました。次にですね、ランチクーポン1000円分ということで、1000円分のね、クーポン、まあランチ、まあまあランチじゃなくてもいいんですけども、レストランカフェリアで使える1000円分のクーポンが送られてきたりと、このクレジットカードって本当にいろんなものが送られてくるんで、まあこの冊子のクーポン4200円分で、お菓子とか1000円割引クーポンとかもらえますので、本当に年会費はね、まあ空港のラウンジ1回でも使えば本当に相殺されるぐらいじゃないかなと思います。空港会社のラウンジが利用できて、さらに4200円分のクーポンがもらえて、で、さらにお菓子クーポンとか、レストラン利用1000円クーポンとかもらうことができて、いかがだったでしょうか。先ほどポイントの話させていただきましたけども、こちら残念ながら ANA マイルを貯めるという意味では残念ながらあのポイント交換率が良くないのでお勧めいたしません。もし、こちらを、海外とかで、何倍とかで得たポイントは、ぜひね三越伊勢丹等々で利用することをお勧めします。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思いますけども、いかがだったでしょうか。もしよかったらね、羽田空港国際線ターミナルを利用される予定のある方、ぜひおすすめのクレジットカードとなっております。それでは次の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。